さあ今回のここならええやん。私こちら月ヶ瀬梅林にやってまいりました。見てこれ、名所100年記念やって、ここええ眺めですよって言われるようになってもう100年経ってるというね、すごい歴史のある梅林、今日はめでたいと思います。ここならええやんは月ヶ瀬梅林、梅をめでよめでよめでよ。ここならええやん。いやほんまに気持ちええわこれ。この辺がね、一目八景と言われるところなんですけども、これ悔しいな。この景観見てこれ、この今白い梅が咲いてますよね。これもし全体がこれ梅やってみ、めちゃめちゃ気持ちいいでこれ。残念ながら私は見ることはできませんでしたが、皆さんには満開の様子をご覧いただきましょう。こちら見てこれ、こんな綺麗なんやったらもう絶対見たいよね。もうここが満開になる時ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。いやー、まあ天気に恵まれただけ私はよしとしようかって、うめうめ言うときながら腹減ってる方が勝ってんのよね。飯行こうか。ここならええやん。ちょっとここで休憩させてもらおうかね。えお店屋さん、シソとかこれ梅干しとか、やっぱり月ヶ瀬梅林だけにやっぱ梅にちなんだものが、あ、どうもこんにちは。ここではお昼とかも食べれるんですか？はい、食べれますよ。まあおうどんとかね、こういうのはよくあるのかな。ラーメンもやってあるんですか？あ、ラーメンやってます、ね。これおすすめ、エビラーメンおすすめですね。エビラーメンおすすめ、ちょっとじゃあこれいただいてもいいですか？ ありがとうございます。お願いします。はい、あら来ました。お待たせしました。楽しみだ。エビラーメンになります。あ、この月ヶ瀬村梅林でいただくエビラーメン、めっちゃエビの香りする。いや、ちょっといただきます。麺もスープに絡んで、これはうまいわ。おいしい。なんでまたエビラーメンにしようと思ったんですか？去年はタイラーメンだったんですけど、今年は趣向を変えてエビにしようかなと思いました。タイラーメンも食べたかったな。タイラーメンもそれ人気だったでしょ。人気でしたけど、まあ、エビでタイを釣るって感じで。じゃあこれでドンドンって鳴らしてオチな感じですね。これお店はもう長いんですか？お店はそうですね、明治頃から百何十年やってますね。ご主人になってからどれぐらいなんですか？4年ぐらいですね。あ、そうなんですか。はい、でまたなんでそのラーメンを取り入れよう思いありました？まあ、ラーメン美味しいじゃないですか。そりゃそうや、うん、そりゃそうや。だいたい嫌いな人おらんと思う。大概の人で、あ、ラーメン、いや俺嫌いや言う人がおらんと思うわ。ほんでまたお土産もいっぱいありますけど、やっぱここでのお土産の人気って何なんですか？人気は奪いですね。奪いっていうのはどういうふうなものですか？奪いはあの梅を燻製にした元漢方薬なんですけれども、ほう、まあ、あのお茶として薬膳茶として飲むことができますね。それもええなあ。まあ、普通に食べる梅干しも美味しいですけど、その薬膳茶の、はい、まあ、言うと昔は漢方やったんですね。昔は漢方ですね。はあ、いや、そういうのも人気だそうでございます。だからここへ来ていただいて、お土産も見て、そして景色も目で楽しんでいただく、ぜひともお越しいただきたいと思います。エビラーメン美味しかったです。ありがとうございました。ここならええやん。いやー、ラーメン食べて天気よーって気持ちがよくて、この梅見て綺麗やん、ここ咲いてるやんかねえ、これ映えるで。天気のこのね、青空とこの赤い梅がねえ、あら、あんなところにどう考えても不自然に発表来てる方が。先ほどお立ち寄りいただいた、ほう、あの月ヶ瀬梅の資料館の東と申します。あ、オープニングスタートしたところ、あの資料館の館長さん。そうでございますね。わざわざ館長さんここでずっと待ってあったんですね。俺は先回りして。あ、なるほど。はい、新種の梅かな違うんですね。そうです。いやいや、今日はもう天気もいいし、ね、歩いてて気持ちいいんですけど、これまだ梅がまだちらほらというような感じなんですけど、はい、これがちょっと満開になる、もう圧巻だっていうのは大体どれぐらいになりますかね？そうですね、うん、来週からいよいよ見頃が始まりまして、うん、3月いっぱい今年は
綺麗な花をつけると思います。あ、これはこれで今日来ててもね、目で楽しめるぐらい気持ちがいいんですけど、はいはい、また来週ぐらいになったらこれがもっと、これはますます、うわこれはこれで楽しみや、はい、ね、で館長さん、この月ヶ瀬梅林のこれ梅って大体何種類ぐらいあるんですか？これはね、あの100種類それで本数でいうと約1万本うわ、でこれがまあお日さん当たるところ当たらないところ徐々にこう咲き方が変わってきて、いろんな顔つきが見えるわけですね。さすが勉強してまんな勉強して、これはなかなかすごい。で他にちょっとおすすめな場所ってありますか？これがね、うん、最近あの月ヶ瀬の新名物としてですね、うん、スイーツ、スイーツ、それ以上言わんときましょうかね。それ以上言わんときましょうか。これはね、なかなか月ヶ瀬の特徴が出ておりますので、はあ、いやー、これはいいな。でも館長からスイーツが今パッと浮かばないんだけど、おすすめなんですね。そうです、おすすめのスイーツ、はいはい、ちょっと食べてきます。はい、行ってください。行ってきます。はい、ありがとうございます。はい、ここならええやん。風がね、強なってきましたね。ちょっとハプニング起きたからここだけ押さえときますね。あの嘘です、嘘です、ごめんなさい。あ、ここかな、館長さん言うてはったお店。え、何かお探しですか？あ、いや、あのね、資料館の館長が、はい、森岡さんいう人がやってるね、スイーツおいしいって聞いたんですけど、はい、森岡さん、はい、森岡さん、大和の国月ヶ瀬梅高庵です、森岡ですけども。え、森岡さんのこのお店は何屋さんなんですか？季節の営業でこの梅の時期だけ営業してます。あ、梅の時期だけ、まあ、ここ来られた方にちょっとお土産とかを、ね、販売されてるお店。はい、はい、もう普段は森岡さん何されてますか？農業してます。あ、農業されながらこの時期になるとこのスイーツ屋さんに変わるわけですか？そうです。じゃあその館長はよう食べてはるやつ、これ梅が丸ごと1個入ってます。白あんで包んでます。いただいてもいいですか？いいです。さあ、あら、どうぞ。ありがとうございます。てっぺいさん、どうぞ。ありがとうございます。いや、かわいらしいの来たやんか。これこれ、なんちゅう名前でした？月瀬福です。月瀬福、はい、あ、いいね、この月ヶ瀬のこの月瀬に福、福が来るようにしてます。いやー、いただきましょうか。じゃあね、すいません。いや、ちょっとびっくりしたわ。僕その梅のね、はい、梅のあんとかその蜜が柔らかく入ってる思ったら、食べた瞬間シャリって梅の実をほんまに食べてる感じで、ほんのりね、甘みがあって、これ美味しいわ。ちょっとこの辺散策して歩いた方やったらね、ちょっと塩分と甘みが欲しなる、はい、これ合うわ。めちゃめちゃ美味しい。おすすめです。美味しい。これ一つおいくらなんですか？6個入り900円です。ほう、6個入り900円。8個入り1200円です。8個入り1200円でございます、はい、いや、これ美味しい。白あんで包んで、はい、だから白あんもね、あんも上品ですわ。あの、花より団子ですけども、当店来るお客様は梅より大福ってことで来られます。最近考えたっていうことが今分かりました。分かりましたか？だいぶタイムラグありました。あの、梅より大福で、大福。いや、素晴らしい。いや、でも本当にそうですよね。いや、でも目でめでて楽しんだ後、口でもこれを楽しむというね。そうですね。いや、素晴らしいスイーツご紹介いただきました。ありがとうございます。もう一回重複ですけども、はい、ここのお店はもうこの梅の時期だけなんですね。梅の時期限定です。どうもすみません、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。